909システムチェックコンプリート。コンディションオールグリーン。効果シーケンススタンバイ。目標座標到達まで10秒。効果起動最終確認。誤差修正完了。5 4 3 2 1。パージ。いきなり落ちてきたからびっくりしたよ。大丈夫？怪我はない？私はアイナ。君は？うん、いい名前だね。改めてよろしくね。私たちの町に案内するね。詳しい話はそこで。を登らないといけないんだけど、助走をつけてからジャンプすれば高く飛べるから、やってみて。私が相手をするわ。そっちの星渡りは？あ、私も戦う。
身の守りを優先するのよ。騒ぎがして来てみればこれか。アイナ、マノ、無事か。よし。で、お前さんは？ガロアだ。よろしくな。降りてきたばかりだと右も左もわからないだろう。マノンみたいにいろいろと知ってるってことはなさそうだな。町に戻ってから話すとするか。アイナ、マノン、レスタサインは集め終わったか？あ、そうだった。集めないと。よし、集め終わったな。町に戻るぞ。で、ここを渡るんだが、お前さん、グライドのやり方はわかるか？体内にあるエネルギー、フォトンを両腕と両足に集中させて、そいつを使ってここから飛ぶんだ。まあ失敗しても下は海だ。ぶっつけ本番でやってみてくれ。相変わらずスパルタね。
ようこそエアリオタウンへ。住民一同お前さんのことを歓迎するぜ。ここが俺の家だ。さあ、入ってくれ。さて、改めて。俺はガロア。この町のリーダーをやっている。こいつはアイナ、俺の娘だ。よろしくね。で、隣がマノン。よろしく。さて、まずはここがどこかってとこから話すか。俺たちはこの星をハルファと呼んでいる。ここはその中にあるエアリオタウンといっても小さなものだがな。ここの北にはハルファ最大の都市セントラルシティがある。セントラルシティは行政や経済の中心だ。いずれはお前さんも足を運ぶ日が来るだろう。次にこのドールズだ。お前さんがさっき戦ったのはこの小型ペダスソードというやつだな。俺たちハルファ人はこのドールズと随分と長いこと戦っている。どのくらい前からってと500年以上前と言われてるわね。だそうだ。だがドールズのことを俺たちはよく分かっていない。なぜ俺たちを襲うのか、どこから来るのかさえもな。ほんとさっぱりだ。唯一確かなのはこのドールズが俺たちの敵だってことだ。まあ謎の多い存在という点ではお前さんたち星渡りも同じだな。星渡りってのはさっきのお前さんみたいに降下ポットに乗って宇宙からやってくる連中の呼び名だ。そこのマノンも星渡りの一人だな。マノンは半年ほど前にあの小島に降ってきて今はこの家で暮らしている。星渡りもドールズと同じようにどこから何の目的で来るのか分かっていない。星渡りってのはなぜか降りてくる前の記憶がないらしくてな。お前さんもそうだろう。まあたまにそこのマノンみたいな例外もいるようだが。そうね、他の星渡りよりも少しだけ断片的な知識があるだけよ。マノンってとっても物知りなんだよ。機械にもすごく詳しいし、私の勉強も見てくれてるんだ。中にはドールズと星渡りが同じ場所から来てるんじゃないかって連中もいる。たとえそうだとしてもお前さんたち星渡りは俺たちの仲間だ。
星渡りは長年俺たちを助けてくれてきた。それだけは間違いない。ま、最初の講義はこんぐらいにしとくか。今話した内容をお前さんのマグに送っておく。マグってのはお前さんの横に浮いてるそれだ。そのマグは俺らのタイプよりも高機能だ。そいつを持ってるのも星渡りの特徴だな。と、詳しい話はまたにしよう。お前さん、腹は？よし、食事を用意するか。準備ができるまで町の中を見回ってくるといい。
調子はどう？帰ってきたか。歩き回って疲れただろう。ここで休むといい。お疲れさん。俺は少し様子を見てくる。好きにくつろいでくれ。待たせたな。ささやかだが宴席を用意した。星渡りは暖かく迎えよってのが俺たちハルファ人の習わしだ。ついてきてくれ。全員ではないがエアリオタウンの住人に集まってもらった。お前さんの分だ。みんな準備はできているな。自己紹介を。新たな仲間に乾杯。乾杯。いい景色だろう。俺はここが気に入っている。こいつらの笑顔を守ってやりたいと思っている。アークス、ドールズと戦う戦士たちの呼び名だ。俺やそこのマノンもアークスの一人だ。横のアイナは見習いだがな。お前さん、俺があの場にたどり着く前にペダスソードと互角に渡り合っていたようだな。即戦力は大歓迎だ。俺はお前さんにもアークスになってもらいたいと思っている。まあ今すぐにとは言わん。この地の生活に慣れてきたら考えてみてくれ。さて今日はお開きにするか。
怪我はない？ありがとう、マノ。お父さん。まずは。一緒に北の洞窟まで走れ。でも私たちは足手まといになるってことよね。ああ、アイナ、行くわよ。私は走るわよ。あなたも行け。
気がついたみたいね。怪我はないわよね。一応マグの生体スキャン機能で異常がないのは確認したけれど。まさかこんなことになるなんて。先ほどまでセントラルシティのアークスたちが捜索をしていたけれど、今のところ生存者は見つかってないわ。あの巨大なドールズの攻撃を受けて、私たちはしばらく気を失っていたみたい。ドールズたちはいなくなってたわ。でもエアリオタウンはもう。アイナは私たちよりも重傷で、少し前にセントラルシティから来たアークスが治療のためメディカルセンターに運んでいったわ。いつまでもここにいるわけにもいかないわね。私たちもセントラルシティに向かいましょう。
あそこに見えるのがセントラルシティよ。行きましょう。あなたは？私はラン、このセントラルシティ所属のオペレーターです。シティのリーダーであるクロフォードがあなた方と話がしたいと。クロフォード。そのままゲートをくぐって目の前に見えるタワーへと進んでください。わかったわ、行きましょう。二人ともよく来てくれた。僕がセントラルリーダーのクロフォードだ。私はマノン君だね。君のことも連絡を受けているよ。そのなんというか大変な目に遭ってしまったね。君たちだけでも無事でいてくれて本当によかった。それでアイナは？今はメディカルセンターで治療中だ。安心してくれ、命に別状はない。搬送されてちょうど半日か。そろそろ回復してもいい頃合いだね。アイナ、大丈夫なの？平気平気。無理はしないように。ありがとうクロフォード。それから二人も。私たちは何も。ううん、心配してきてくれたんでしょ。嬉しいよ。それでお父さんは？そっか、お父さんでも叶わなかったあのドールズ、一体何なの？詳しくは調査中だが、ダークファルスと呼ばれるドールズと同種の存在と推定される。ダークファルスは100年ほど前、ハルファ全土に壊滅的な破壊をもたらした災厄だ。当時の首都を一瞬で壊滅させたと言われている。もしも君たちが遭遇したドールズが本当にダークファルスなのだとしたら、僕たちに猶予はあまりない。一刻も早く迎撃体制を整えなくてはならない。そこで。ここで何？ダークファルスの唯一の目撃者である君たちに、アークスとして僕らの戦いに加わってほしいと思っている。あれだけ大変な目に遭った直後に酷な話だとは思うが、力を貸してくれると嬉しい。私は戦
戦えるよ。あのダークファルスと戦いたい。あんなことが二度と起きないように。アイナ、二人は？本当に？君はまだこの世界のことをよく知らないだろう。もう少し時間を置いてからでも構わないが。私は分かったわ。私も協力する。そうか、ありがとう。それで私たちは何をすればいいの？まずはダークファルスの迎撃準備を手伝ってもらいたい。そしてダークファルスが現れた時には一緒に戦う。とはいえ今すぐにとは言わない。ラン、部屋の用意は？3人分確保してあります。君たち3人をセントラルシティの住人として迎え入れる。おのおの自分のマグを確認してみてくれ。アークスとしてライセンス登録されているはずだよ。そのマグがそれぞれの部屋の鍵になるようにしておいた。疲れた時はいつでも自由に休んでいいよ。話の続きは日を置いてからにしようか。部屋の位置情報も君たちのマグに送っておいたから、今日はゆっくりと休んでほしい。ここからすぐのところだね。行ってみよう。綺麗なところ。アイナ。ん？何？大丈夫？大丈夫だよ。ごめんなさい、私人の感情の機微に疎くて。そんなことない。ありがとうマノ。君もこれからよろしくね。マノンも。あのドールズ、ダークファルス、私たち3人の力で絶対に倒そうね。おはよう。少しは休めたかい？早速なんだけど、一つお願いできるかな？ドールズと戦うにあたって身につけておいてもらいたい基本技能があるんだ。国運という訓練に最適な場所で教官が待っている。詳しいことは彼に聞いてくれ。しっかりと準備をしてから向かってほしい。よろしく頼むよ。
待っていたぞ。私はブルーダクロフォードの補佐をしている。ドールズとの戦いを主導するアークスのまとめ役といったところだ。クロフォードの指示により君の能力を確かめさせてもらう。少し待ってくれ。終わったわ。私も。よし、いいぞ。楽にしてくれ。あなたも同じ訓練を受けていたのね。3人とも身体能力、エネミーに対する技能、いずれも問題ない。アイナは星渡りの2人と比べても引けを取らないスコアだった。なかなか良いチームになりそうだな。これならばすぐにでも最前線で活躍できるだろう。クロフォードにもそのように伝えておく。
共にドールズと戦おう。最後に一つ、こうした場所はハルファ各地にある。そしてそれぞれが異なる作りになっていて、独自の戦闘技能を習得できる。積極的に訪れて技術の向上に努めてくれ。それでは。よろしくお願いし。それでは。
すごいです。では。よく来たな。いいですか。よろしくお願い。いつでも来てくれよな。どうですか。そうですね。よろしくお願い。いいかしら。いつでも来てくれよな。
またね。じゃあね。山頂部のエネミーはラグルスと推定。出現個体数不明。周辺の動力増加も確認。引き続きモニターを続けてくれ。オランジェは森の方。バタバタしてすまないね。話って？3人とも訓練の成績は申し分ない。そこで次は実地での技能を見させてほしいんだ。つい先ほどここから近いマグナスさんに多数のドールズが現れた。その討伐をお願いしたい。もちろん君たちだけとは言わないよ。サポート役のアークスもちゃんとつける。訓練の次はいきなり実戦なのね。君たちにはその力が十分にあると僕は思っている。どうだろう、やれそうかい？習うより慣れろってことだよね。わかった、やってみる。準備ができたらマグナスさんの麓へ向かってもらえるかな。そこでサポート役と合流できるように手配してやる。頼んだよ。よろしくお願いし、気をつけてください。
らっしゃい。Yeah.